どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。今回は TM ネットワークの Get Wild。 こちらの曲をこの小さいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。この曲は言わずとも知れたシティハンターの曲でございますけれども、アニメファンにももう馴染み、これはですね、いいですよ。で、この曲はですね、本来サビでキーがボンと上がる、転調する曲なんですけど、今回、2バージョンやるうちの最初のシンプル簡単バージョンでは、ガズレレオリジナル転調なし超シンプル簡単バージョンやりたいと思います。あ、いつものように2バージョンね。そういうわけです。最初は超シンプル簡単バージョン、転調なしバージョン。後半は転調ありなんですけど、それでもめちゃ簡単にしてます。16ビートで駆け抜けるようなリズム。後半のかっこいいバージョンも見てください。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、いつも頭の中に流れてる曲をですね、CD 聴いたりカラオケで歌ったりするのもいいんですけど、楽器と一緒に弾いて歌う弾き語り、これぜひ皆さん最高に楽しんで始めてください。本当にね、めっちゃ面白くてハマります。なんだけど楽器ちょっと苦手で、私無理そうだなとか、私不器用だから無理とかいう方が多いんですけど、ウクレレだったらすぐできるんですよ。ウクレレ弦が4本しかないし、簡単で、ちっちゃいからいつでも触ってられる。で、簡単なんですけど、始めたらわかります。奥がものすごく深いから。だから飽きずにずっとこうね、もうライフになりますからね。もうミュージックライフ、まさに。ぜひ皆さんも音楽のある人生を始めましょう。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけで、どんどんウクレレで音楽ができるようになっちゃいます。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の上から、順番にこう動画にリンクなってるんで、その動画見ながらウクレレ触ってるだけで、どんどん弾いて歌えるようになっちゃいます。あっという間ですから、本当に始めましょう。じゃあリンクあります。初心者ですが、ここ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。そこには今まで数が取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで超簡単に弾けるようにしたレッスン動画としてすでに1000曲アップロードされております。1000曲ですよ。何だってあります。最新 J-POP 昭和の夏メロ、歌謡曲、アニメソングも、今回のアニメソングみたいなのも、あとは、演歌、洋楽、ハワイアンソング、映画の曲も何でもかんでもね、やってます。ウクレレで簡単にできるようにやってます。さっきのリンク先のところに行くと、歌手名検索、曲名検索、ジャンルボックスから選べるようになってますんで、どんどんお気に入りの曲を今度聴くからやるに変えていきましょう。じゃあ早速いきます。 Get Wild TM Network ガズレレでシンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン2 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 2
っても明日に怯えていたよ。 It's your pain or my pain or somebody's pain。 誰かのために生きられるなら。 It's your dream or my dream or somebody's dream。 何も怖くはない。守れるものがどこかにあるさ。 Get chance and luck。 一人でも傷ついた夢を取り戻すよ。 Get wide and tough。 Get wide and tough、yeah。 せーの、TM ネットワークの Get Wild。 ガズレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いいですね。サイバー量がもう出てきちゃってしょうがないです。サイバー量が、はい、今のは聞いてもらったと思う、分かったと思うんですけど、ガズレ流ショートカットオリジナルアレンジバージョンで、しかもサビで転調しない初心者さん向け超絶簡単バージョンでお届けしました。これだったらですね、できますよ。
よかった。はい。これは気持ちよく思いっきり歌いましょう。はい。今のさっきも言ったんですけど、フルでやりたい方は、2番の歌詞書いて、オリジナルのコード譜を作ってください。コード進行一緒ですけど、1番とね。はい。で、動画のテロップと一緒にできた方も、それでもやっぱ書いて紙にね、自分だけで演奏できるようにしてください。その時の参考になるように私のノートを写したいと思います。ちょっと今日ね、最初に言っとくのは、この下にぐるっと囲ってるやつは、後半やるかっこいいバージョンの弾くことで、ここ、ダーダーって書いてあるんだけども、これは決めっていうことですね。これは後で解説しますんで、今はこの上の Am と C でやりましたということです。はい。まずはこのイントロから A メロ、B メロぐらいまで、こう一時停止で、はい。一時停止でメモってってください。これ英語が入ってきますよ。英語が。はい。はい。メモってくださいね。コード進行はシンプル。はい。いいですか？で、ここのサビなんですけど、ちょっとこれご注目。はい。今のは上の段やって Am、F、G7、C だったんですけど、後半かっこいいバージョンはここ、転調といってキーがですね、ドンと上がります。キーが変わるっていうのはどういうことかというと、カラオケってちょっと声高いから1個下げてよとか上げてよとか、ああいうやつです。あれがこのウクレレで行われる。あれやるとちょっと難しくなるんですけど、今回は、かっこいいバージョンではね、ちょっとね、それでも簡単にしたんで、まあ、後で解説しますけれども、こんな感じになってます。コード進行はずっとこれ繰り返しですから、ね、歌詞が変わるだけで。はい。で、ここちょっとじっくりメモってもらって、すごいごちゃごちゃ書いてあるようですけど、コード進行だけ見たら、これがずっと続くだけです。Am、F、G、7、C が続くだけ。はい。ですか？はい。で、最後はエンディング。Get Wild and Tough ってこれを2回繰り返して終わったというのがガズレレオリジナルショートカットバージョンアレンジでございました。じゃあ出てくるコードの解説なんですけど、ここを隠します。この今隠してるところは、高音やるかっこいいバージョンでやるサビと転調の時に出てくるコードで、今やったシンプル簡単バージョンはコードこれだけです。7個です。いきますよ。Am と C と F と D7、G7、Em7 と A7。これは超絶入門コードのグループなんですけど、こっちにね、1個だけこの仲間がいるんですよ。E7 というコード。E7 というコードもここの仲間なんで、ちょっとこれこんな感じでね、このコード。今映ってるこのコードは超入門初心者コード、ガズレレの中で有名なこれです。はい。ガズレレ必須コード、必須って書いてあります。必須ってことは覚えた方がいいということでございました。はい。皆さん、ウクレレ音楽始めようと思った皆さんにとって、このコードは一番最初に覚えてほしいよっていうコードがあります。それを私がね、ガズレレ必須コードというふうに命名しておりましてですね。そのね、入門コードの塊っていうのはね、10個あるんですよ。10個ぐらい。でも10個覚えとくだけで世の中の曲もほんと8割、9割、9.5、5割ぐらいできるという夢のようなコードのグループで、ウクレレにとって都合がいいだけですけど、他の楽器では別にそうでもないんですけど、ウクレレにとってですかね。はい。ぜひこの10個のコード最初に覚えましょう。でも10個もあるのかなぁ、いっぱいあって覚えられなそうって思いますよね。1個ずつ見たら簡単なのよ。でも、こう1本指で押さえられるとか。なんだけど10個いっぺんに覚えようと思うときにちょっとコツがいります。それを私がめちゃわかりやすく、もう誰でもスイスイ覚えられるように、動画撮ってます。はい、ここに貼っておきます。このガズレレ必須コードはここで覚えるのをおすすめします。コードを覚えるのはですね、楽しく覚えるのが一番早い。特にこの辺にこだわってますんで、めちゃくちゃもう笑いながら覚えてください。はい。さっきのところで動画で、10個の入門コード覚えましょう。今やったシンプル簡単バージョンはこのガズレレ必須コードでできちゃいますと。はい。それではここから、いよいよかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョン。転調しますから、コードが増えるんですけど、それでも、さすがはガズレレ。めちゃめちゃ簡単なコード、選び出しました。はい。どんどん解説していきますよ。まずこれはね、簡単なコードですね、一応。A というコード。これはね、シンプル。A7 と Am の後ろを押さえる場所は、ここと、ここの2箇所。こうですね。こう。これは簡単でしょ？これ簡単。OK。よし。A はいいぞ。そしたらその次。E7 はさっきやったからこれいいね。こっちのガズレレ必須コードに出てくるやつなんで。はい。じゃあこれ行ってみましょう。あんまり見慣れない。F シャープマイナー。うわ、なんか文字だけ見たらめっちゃ難しそうだけど、よく見てこれ。これね、一個の考え方ですけど、この G7 と、これ同じ三角形じゃない？段が違うんです。ちょっとこれ解説します。F シャープマイナーはね。これは面白い。押さえる場所は、ここと、こことここなの。こう。こうでしょ？で、ちなみに G7 って、こことこことここなんですよ。G7 を押さえて、この形のまま一段上に持ってきたのが F シャープマイナー。こうやって考えると、なかなかこう、脳トレ要素が強いというか、あともう一個の考え方があります。一番最初にここでレクチャーした A というコードがあります。こことここ。ここに、この二つにここを足すって考え方もできます。つまり、こことこことここだから、A に一個ここを足す。これもいいです。だこれ結構簡単にできる。で、今日一番ね、私がこだわった、ガズがこだわった簡単アレンジコードは、これ見て、D 星っていうコード。
なんだ星ってことなんですけど、本当はね、D ってもう一個音が出すんです。これ初心者の方はちょっと難しいんで、これね、別名 A サスフォーとも言います。なんだけど、今回は D の仲間で使いたいから、ちょっと表記として D 星って、コードネームを選んでたんですけど、以前の動画で A サスフォーっていうところで、これ同じ押さえる場所なんですけど、出てきます。ちょっとこれやってみよう。D さ、星はね、押さえる場所。ここと、A マイナーのとこと、今度ここ。だから、こうやって押さえ。この響き結構いいです。で、本来 D っていうのは、こことこことね、ここ3つ押さえるんですよ。で、これ押さえられる人はもちろん D でもいいんですけど、ちょっとね、これ初心者の人、ここパッとこの3つ押さえるの、ちょっとね、難易度が高いということで、まぁ、今回これを使います。この2個だったら結構楽だと思う。だから今日面白いですよ。A7 ここ1個でしょ ?Am 上1個でしょで、A はこの2個でしょで、ここ D 欲しい。これは A サスフォーとも言いますけど、この辺がもういっぱい出てくるんですよ。これだったらいけます。そうするとサビがどうなるかというと、F シャープマイナーって G7 の三角形の上の段になったやつ。ダーイレン、タフ、今の D 欲しい。E7 から A という感じでなるんです。F シャープマイナー、D 欲しい、E7、A。この順番で回っていきます。一人ではこんな感じになってきます。この4つ、ちょっとこれ慌てずにやると結構できると思います。コードを使っていきましょう。はい、それで今度弾き方、リズムの解説ですけど、リズムの解説はこれ、ドン、16ビートのチャ。これはね、もう典型的な16ビートのチャの代表曲でしょうね。これはね、もうこれがいいです。スパルトタイヤを切りつけながら暗闇に走り抜ける、こんな感じ。ダンダカダカツタスタス、16ビートのチャート、ちょっとこれね、皆さんご存知でしょう。まあまあ、ちょっと難しいですけど、最近さらにわかりやすい16ビートの解説動画を撮ったんで、ちょっとしっかり練習していきましょう。じゃあ16ビートのチャートの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレンホームページの1枚なんですけど、その中から16ビートのチャート、やってみてください。でね、16ビートのチャーいつも言ってるんですけど、ほんと、8ビートって超基本リズムができてないとできません。8ビートから8ビートのチャート、8ビートから16ビートに行って、16ビートから16ビートのチャというように階段を登るように登ってきてください。さっきのリンク先のところに行くと、ちゃんと8ビートからこう、順番になってますんでね。そこをちょっと見ながらやってみましょう。16ビートのチャ、ここは決めたいところなんで、ノリノリでやりましょう。あと一箇所、さっきも楽譜見せた時に言ったんですけど、ここにね、ちょっとポイントがあります。ここなんですけど、Am, Am, C, D7 のところ、C, D7 のところで、ダーダーって、こう、ちょっと決めみたいに弾きたいんですよ。この A メロのところとイントロのところ。ちょっとここ、イントロでやってみようかな。こんな感じ。ダーンダーンってこれちょっと意識してもらって。ここはだから、前半でこういう決めが出てくるんですけど、それ以外はもうずーっと淡々とこう16ビートのチャでこう、ブワーッと突き突っ走る。サイバリを車に乗ってもうなんか追いかけるみたいな、そんなイメージがいいと思います。はい。やってみましょう。アニメの世界観頭にね、連想するとね、またなんかこう、ワイルド感。まさにゲットワイルドという感じでやってみようと思います。はい、じゃあ、ゲットワイルド TM ネットワークガズレレレかっこいいバージョンやってみる。アスファルトタイヤを切りつけながら暗闇走り抜ける、自分のスリルに身を任せても明日に怯えていたよ。It's your pain or my pain or somebody's pain、 誰かのために生きられるなら、 It's your dream or my dream or somebody's dream、 何も怖くはない。 Get wild and down 一人では解けない愛のパズルを抱いて、 Get wild and down この街で優しさに甘えていたくはない。 Get dance and rock 君だけが守れるものがどこかにあるさ。 Get dance and rock 一人でも傷ついた夢を取り戻すよ。 Get wild and down Get wild and down
せーのんだかじゃん TM ネットワークのゲットワイルドガズレレレをかっこいいバージョンやっていました。もう凄まじい勢いの疾走感、16ビートのチャーでもう駆けめくっておりますけど、ブーっともう夜中のね、なんか六本木かな、どこかな、わかんないけど、車でぶっ飛ばすイメージがいいんじゃないですかね。サイバリョウ。すごいですね。はい。はい。皆さん、勢いよくやってみるのがいいと思います。大きい声でみんなで歌いましょう。ありがとうございます。さあ、ガズレレ最新情報。今使ってるこのガズのわがままウクレレ、今一旦、売り切りました。近々また再入荷情報もありますんで、ちょっとお待ちくださいね。で、ガズレシピ、こっちの方もね、皆さん、もう入れていただいてると思うんですけど、もう お持ちのスマホやタブレットに入れといてください。これどんどんパワーアップしていく予定にして、まあ、近々また新しい情報公開になると思います。あと、イベント情報、はい、こちら、見てください。水戸行きますよ、水戸。水戸と佐賀と、葛西。この3カ所。今決まってます。これからどんどん増えていきますけど、一応ガズレレイベントは皆さんウクレレ持ってきてくださいね。で、グループ同士、お仲間同士、家族も大歓迎なんですけど、お一人様も大歓迎。そしてですね、やっぱりみんなで歌って作り上げていくイベントですね。これはね、めくるめく体験になりますので、ぜひ皆さん、お近くの方、遠い方も来てくださっても結構です。はい。ぜひ足を運んでください。お問い合わせは、しまうま楽器店さん各店までよろしくお願いします。で、あとはこれ、はい。リットミュージックから出てるこの本。はい。これもね、もう大ヒット中なんですけど、この本の続編が、第3弾が、今年の夏前ぐらいに出ると思います。今いろいろ曲を縄って選んでる最中なんですけど、またまたこれが楽しみなことになりますね。はい。この本の特徴はですね、簡単楽しい楽。これです。やっぱこれご活用ください。よろしくお願いします。そんなことでこの小さいウクレレでも世界をつなごう。どんどん楽しい人を増やそうと思ってガズレレも。日々毎日いろんな発信をしてるんですけど、いろんなことやってます。ツイッターとかね、ブログも書いてるし、なんか他のところもいろいろ探してみて、ガズレレでいっぱいいますんで、そこら中によろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。